はい、こんにちは、116インズです。日米ともにオープン戦あるいはスプリングトレーニングも中盤に差し掛かりまして、開幕への期待感が高まる今日この頃ですが、このくらいの時期になりますと好調な選手あるいは調整が順調な選手たちの活躍が特に目立ちますよね。もちろんまだオープン戦公式戦ではないですし、サンプルも少ないので必ずしも今の活躍がそのままシーズンに入っても続くとは言えないでしょうが、そうは言ってもそういった選手たちを見ますとどうしても今季の活躍に思わず期待してしまうのが野球ファンという生き物です。で、これは私自身最近知ったことなのですが、ベースボールレファレンスは2018年以降スプリングトレーニングの全選手の成績を一括で調べることができるようなので、今まで個人的にあまり調べてこなかったことなんですけれども、オープン戦スプリングトレーニングで好調だった選手がシーズンに入ってどうなったのかをちょっと追ってみたいなと思っております。今回は3年分の成績をパッと見て、個人的にこれは特に結構いい活躍を春先見せたんじゃないかと思った選手6人を見ていきたいと思います。特に何か基準があって決めたわけではないですので、その点はご了承ください。はい、まず1人目は2018年マリナーズでプレーしたダニエル・ボーゲルバックですね。ボーゲルバックは2018年のスプリングトレーニングの時点で MLB 通算24試合と、まだ MLB で立ち位置を固めることができていませんでしたが、2018年は開幕ロースター入りに向けて猛アピール。22試合で54打数22安打、そしてホームランは MLB トップとなる7本を放ちまして、自分がロースターに入るにふさわしい選手であることをアピールしました。ボーゲルバックはお世辞にも守備がうまいとは言えない選手で、また当時のマリナーズはプレーオフ進出を目指し、レギュラー陣も結構固まっていたわけですから、なかなかボーゲルバックのように起用が限定されてしまう選手で、一枠使うわけにもいかないような状況でしたが、これだけ打ちまくるとチームとしてもその考えを変えざるを得ないぐらいの活躍を彼は見せましたね。もともとバッティングの良さを買われて2016年の途中にカブスから獲得した選手でしたので、ついにブレイクかとこの時は非常に期待したものです。そして実際にボーゲルバックは開幕ロースター入りを果たし、主にファーストとしてスタメン出場する機会もそれなりにあったんですが、ボーゲルバックの春先の勢いはシーズンが始まる頃には残念ながら落ち着いてしまって、3月と4月では63打席に立ちましたが、ホームランはわずかに2本、そして OPS は6割6分9厘とあまり目立った成績を残すことができず、4月末にマイナー落ちとなってしまいました。その後のボーゲルバックは MLB とマイナーを行ったり来たりしていましたが、スプリングトレーニングで見せたような打撃はとうとう取り戻せず、シーズン通算でホームラン4本、 OPS6 割9分1厘という成績でした。春先の期待値が特に高かっただけに、シーズンに入ってからの落差が大きかった印象ですね。しかし翌2019年チームが解体に舵を切り、ボーゲルバックの出場機会が確保されますとついにブレイク。後半戦に大きく失速してしまいましたが、シーズン30本を達成し、初めてのオールスターにも選出されました。続いて2人目は2019年メッツでプレーしたロビンソン・カノーですね。カノーはこの直前のオフにエドウィン・ディアスと共にメッツへ移籍した選手ですが、前年の2018年は骨折、さらには薬物使用が発覚し出場停止処分を受けるなど散々な1年を送り、新天地での再起に期待がかかる年でした。スター選手なので特にスプリングトレーニングで結果を求められる立場ではありませんが、この年のカノーは19試合で56打数26安打、打率にして4割4分1厘と順調な仕上がりぶりを見せ、メッツファンとしてもジェレッド・ケレニックという代償を支払ったとはいえ、このカノーの状態の良さには大いに期待したんじゃないかと思っております。ヤンキース・マリナーズで殿堂入りクラスの成績を残してきた選手ですし、この年が36歳のシーズンとはいえ、メッツでも同じような成績を残せばチームに大きなプラスをもたらすであろうと考えられました。しかしいざシーズンが開幕すると、開幕戦メッツの選手として迎える初めての打席でいきなりマックス・シャーザーからホームランを放つというハイライトはありましたが、3月4月は打率2割7分とぼちぼちの成績で終わると、その後は2度の故障者リスト入りをするなどコンディション面に不安を抱え、また打撃成績の方もなかなか上向かない状態が続きました。ケレニックはマリナーズで順調にスター街道を歩み、評価をぐんぐん上げていったのに対して、カノーはシーズンを通して調子が上がらず、結局シーズントータルで打率2割5分6厘、OPS7 割3分6厘、そしてウィンザボブリプレイスメントに至ってはわずかに 0.3 と、メッツファンの期待を大きく裏切る1年となってしまいました。 0.3 というウィンザボブリプレイスメントは彼のキャリアで実に2008年以来の低水準でしたので、なんと言いますかメッツファンの皆様本当にドンマイです。ちなみにカノーはその後2020年にプチ復活を果たしますが、オフに2度目の薬物使用が発覚し162試合の出場停止となりましたので、今季は出場できません。はい、3人目は2018年アストロズでプレーした JD デイビス。この前年の2017年に MLB デビューを果たしたデイビスは主にファーストとサードを守るような選手ですが、当時の時点でアストロズにはファーストにグリエル、そしてサードにアレックス・ブレグマンという絶対的なレギュラーがいる状況でしたので、この2018年も開幕はマイナーで迎えることが濃厚でした。
ただスプリングトレーニングが始まってすぐにファーストのグリエルが左手の故障で手術を受けることになり、絶対的と思われたポジションに穴が開くと、デイビスはそんなチャンスを生かすためしっかり首脳陣にアピールし、24試合で65打数25安打ホームラン5本を放つ活躍で爪痕を残し、結果デイビスは見事開幕ロースター入りを果たすことができました。打率3割8分5厘に対して出塁率4割6厘が示すように、フォアボールはほとんど選んでおらず、実際69打席で3個しか選んでいないんですけれども、それぐらい積極的な姿勢だったからこそ掴んだチャンスだったのかもしれません。しかしいざシーズンが始まると、デイビスは開幕14打数1安打とスタートダッシュに失敗してしまいます。その後10打数5安打で多少持ち直しましたが、グリエルが4月中旬に戻ってくるタイミングで残念ながらマイナー落ちとなってしまいました。その後のデイビスは冒頭のボーゲルバックのようにメジャーとマイナーを行ったり来たりする生活で、トリプル A では OPS9 割8分8厘ともはやマイナーでやることはないと言わんばかりの成績を残していましたが、チャンス自体が多くなかったこともあり、メジャーでは結果を残すことができず、シーズンで OPS4 割7分1厘という低調な成績となってしまいました。そしてデイビスはこの年のオフにメッツへトレード。ただこのトレードは彼にとっての転機となり、翌2019年に自己最多の140試合でホームラン22本、そして OPS8 割9分5厘と大ブレイクを果たし、今やメッツに欠かせない選手へと成長しています。では続いて4人目ですね。4人目はみんな大好きオリオールズのクリス・デイビス。デイビスは2016年からチームと7年総額1億6100万ドルの超大型契約を結んでいますが、この契約の期間中、チームの期待をはるかに下回る成績しか残すことができず、2016年から2019年までの4年間のウィンズ・アボブ・リプレイスメントはマイナス 2.3 と、リプレイスメントレベルを下回るありさまでした。いわゆる不良債権という契約なわけですが、昨年のデイビスはそんな汚名を返上するために燃えていたのか、コロナの影響でスプリングトレーニングが中断となるまでに15打数7安打、ホームランも3本、そして OPS にして16割8分2厘と上々のスタートを切りまして、2013年それから2015年とホームラン王に輝いたかつての姿をもしかしたら取り戻しつつあるのではないかと思うぐらいには良いスタートを切っていました。いろいろとネタにされながらも、なんだかんだみんなデイビスのことが好きなので復活にも期待がかかりましたよね。がしかし開幕が延期となった後に戻ってきたデイビスは、残念ながら近年よく見てきた彼の姿で、開幕から19打数1安打、その後も彼の自慢であるはずのパワーも全く発揮されることがなく、再建中のチームも若手主体の起用にしたいことからベンチを温める機会が増え、ついには故障者リスト入りとなりました。9月11日に久々に試合に出場し、サンタコに終わると、その後試合に出場することはないままシーズンを終え、7年総額1億6100万ドルの契約の選手ながら、シーズンのOPS が3割3分7厘と誰かの打率かと見間違うような悲惨な成績となりました。本当に春先の彼は一体どこへ消えたんでしょうかね。ピッチャーも見ていきましょう。5人目は2019年ダイヤモンドバックスでプレーしたロビー・レイですね。レイは奪三振の多さからエースポテンシャルの選手として、毎年リーグトップクラスの左腕への成長に期待がかかる選手なんですが、なかなかもう一皮むけない状態がずっと続いているような選手ですね。ただ2019年のスプリングトレーニングでのレイは、もともと高かった奪三振能力にさらに磨きがかかりまして、防御率こそ 3.86 でしたが、16回3分の1で32奪三振と、いやいやリリーフピッチャーかよと思っちゃうくらいの三振の山を春先から築き、奪三振率にして 17.6 と、先発投手としてはちょっと信じがたい成績といいますか、他の先発投手と比べてもダントツの成績を残しました。相変わらず予四球率が 4.4 とコントロールの課題が残っている印象はありましたが、これだけ三振を多く奪えていると、なんか三振をさらに増やして今年のレイはゴリ押ししちゃうんじゃないかと期待してしまうような内容ですよね。で、実際2019年シーズンのレイがどうなったのかと言いますと、シーズンに入ってもフォアボールの多さは相変わらずで、これのせいで球数がかさみ、5回から6回を投げるのが精一杯というのは例年通りでした。奪三振率は 12.1 と、彼がオールスターに選出された2017年と同じ水準だったので、決して悪い内容だったとまでは思いませんが、もう一皮むけないという状態は相変わらずでしたね。ただイニングが食えなかったものの、1年間ローテーションは守りまして、33先発をこなした点は評価に値するのかなと思いました。ちなみに今年のレイもここまでスプリングトレーニングで8回3分の1を投げて11奪三振、防御率 2.16 となかなか内容がいいところではありますが、果たしてシーズンでも続けることができるでしょうか。では最後6人目は2018年にホワイトソックスでプレーしたクリス・ボルスタと、
ボルスタッドはこの年ホワイトソックスとマイナー契約を結んでおり、スプリングトレーニングには招待選手という立場からロースター入りを目指しましたが、8試合で14イニングを投げ失点は0、被安打もわずかに3本というほぼ完璧な内容を見せました。リリーフとしては14回で9奪三振、奪三振率 5.8 はちょっと物足りない感じはありますけれども、その分フォアボールも14回でわずかに1個としっかり抑え込んでいまして、WHIP0.29 と投球としては文句なしに近いものだったのかなと思います。スプリングトレーニングで出番がものすごく多いわけではないにしても、招待選手の立場で14イニングを連続でゼロに抑えるのは首脳陣へのアピールとしてはこれ以上にないものなのかなと思いましたね。でボルスタッドは結局開幕ロースター入りは逃してしまったんですが、4月中旬に MLB 昇格、敗戦処理やビハインドでの起用がメインでしたが、6月末までは長いイニングも短いイニングも割としっかりまとめまして、6月末の時点での防御率は 4.20 と、まあ良いとまでは言えなくとも別に悪いわけでもないような成績を残します。ただ7月に入って2日のレッズ戦に2点リードの8回に投入されると、この試合3安打4失点と炎上し、チームも逆転負けを喫したことを皮切りに、7月25日のエンゼルス戦は2回を投げて7安打5失点、翌26日も1回を投げて4安打3失点と大量失点が目立つようになり、7月は月間防御率 18.90 と散々な内容で、結局月末にリリースとなってしまいました。ということで今回は春先良かった選手のその後を見てきましたが、こう見るとやっぱりシーズンは別物なんだなと感じますね。もちろん今回ピックアップした選手たちが本当にたまたまその後があまり振るわなかった選手たちばかりだったので、そういった印象を抱いたのかもしれませんが、やはりスプリングトレーニングでうまくいってるからといってその後の活躍も保証されるわけではないというのが難しいところですね。とはいえそうは言ってもやっぱり今回見てきた選手たちのような成績を例えば自分が応援しているチームの選手が残していたら、やっぱりどうしても期待しちゃうと思いますし、あとはもう今の勢いのままシーズンでも活躍することを祈るばかりです。今回は直近3年間から私がピックアップしてきましたが、皆さんにとって春先の活躍が印象に残っている選手はいるでしょうか？ぜひコメントでも教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。